こんにちは、吉田さん。秒速でやらないといけんですね。私もね、秒速で17万5千円払ってきました。これ何の金額かと言いますと、広島からですね、埼玉に陸送代金、しかも私の場合陸送はないと2000を陸送するんですよね。特別な車両ですから、あの、なんですかね、カーキャリアに積むんじゃなくて、なんですか、箱車です。フェラーリを多分売った時に、多分フェラーリ1台のために箱で囲ったね、銀色の箱で囲ったそれ専用の車両が行くと思うんですけども、あれに乗せるんですよ。ですから通常は17万5千円というと車検が済んじゃうような金額です。でも私の場合は陸送代金片道で17万5千円で、帰り道も17万5千円なんですよ。35万ですわ、陸送だけで。でナイト2000の車検ですけども、当然外装とかを、内装とかもね、ちょっと外さないといけないところがあります。まあですんで、ちょちょっとやって済むようなもんじゃないんですよ。で、古い車ですからね、細かいところも見ないといけません。で、私の方から絶対見てほしいところも何点か依頼するんですけども、ちょっと気が重くなりました。これは結構いくなというところですね。 R34 も同じような感じだと思いますけども、でもね、これもですよ、購入前に確保してるわけなんですよ。私は車両購入代金プラス車両購入代金と同じぐらいの金額がかかるだろうなと思ったんで、かける2で考えてますからね。ですんで、それも覚悟して購入に至ったわけですけども、まあでもね、大満足ですね。なんか痛えなとか、家計を圧迫してるのはね、全く感じないですね。それよりも私が投資に使う金額の方がでかいわけですから、どっちかって言ったらね、もう金銭感覚は10年前のあの頃とは違いますね。クレジットカード2枚でキャッシングしてなんとか塾を購入したような、そんなね、時とは全く違いますね。で、当時はね、車検代金もほんとね、なんとか頼むみたいな感じで払ってました。セルシオに乗っていたんですけども、セルシオは車検費用がやっぱりかかるんですよ。バックミラー1枚直しても7万円ですからね。まあ、ですんで結構ね、かかったと思います。それを3分割ぐらいで払わせてもらったんですよ。今は全部一発ですね。で、これだけならよくある話かもしれません。よくはないか。私の場合はベルファイアの車検が先日終わったばっかりなんですよ。で、今度ナイト2000でしょ。で、この2台の、まあ、車検も結構でかいんですけども、プラスですよ、レクサスがこれから乗ってくるわけですよ。レクサス、販売代金1200万超えらしいです。どんな世界だよと思いますね。家買うんですかみたいなね。まあ、そのレクサスが今商談中ですけどもね。まあ、私、あの、購入を確定したんで、あとは最終確認、電話でのやり取りが残ってて、で、一応もう法人ローンもね、通りましてね、もう瞬速で通りました。もう前回ベルファイアのローンを2年で完済した直後にまたローンですからまあ通るでしょうと思ったんですけど、通ってね、で、おかげさまで進めることができました。で、あとお母さんの誕生日プレゼントもね、用意してます、ごそっとね。77枚の1万円でこう記事を祝うというね、記事じゃないや、何だったっけな、77歳ですからね、記事でいいのか。そうですね、まあ、そういうのを祝うと、まあ、いろいろとね、お金がかかるなと思うんですよ、人生の後半ほど。だから人生の前半でできた借金を返してる暇はこれ本当なかったなと思うんですね。私の場合、家のローンももう済んでるわけですよ。ローンがないわけですから、一括で払ってるわけですからね。それから滞納した税金もブラーって払いましたね。で、今でも結構税金痛いです、でかいです。でもそれをかいくぐって、まあ、いろんなことができるのは、あ、自由になったなって感じる要素の一つですね。だからね、以前みたいに支払いが滞ってるものが何件何件何件って数えなくていいのがでかいです。もう支払いが滞ってるのがないというね。で、クレジットカードの審査がほとんど通ると、まあ、今のところ全部通ってますね。以前まではね、通らなかったのが結構あったんですよ。だから2017年あたりから通り始めたんですよね。だから通常7年間ぐらいは引っ張るかなと思ったんですけども、
そんなことなかった。5年ぐらいだったですね。だからこれも余震がだいぶ良くなってきたからなのかなと思いますし、まあそうですね、なんかすぐやるすぐやるすぐやるの連続でここまで来たような気がします。何でもかんでも思いついたのすぐやって、ダメであろうともダメっていうことがすぐ分かるようにしたわけなんですよ。でダメなら別の方法が別の方法に向かっていけるじゃないですか。だからね、このね、速稼軸の速っていう速度、これにこだわったのはまさに2つ目の稼ぐにつながったなと思います。速度、早くやることが稼ぎにつながる、まさにそんな軸を塾長自らが、まあ、体現してるってところかなと思いますね。そしてそれを放送に残し続けます、ね、昨日もそうですけども、吉田さんが14,600円儲かったって言えば悔しいからそれすぐやるわけですよ。これ当たり前のレベルですよ。こういうのをすぐやることによってこのスピード感なんだっていうふうにね、お見せしないといけないかなってことですよね。ということで、レクサス1200万円超え、ついにここまで来ました。いやすごいですね。山口陸のあの10万円セミナーから、払う側からもう使う側になってきたというね。同じか、同じだ。ずっと払い続けてるぞ俺は。どうなってんだ、社会のカモか、これは。社会のカモ、わっ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 、いってらっしゃい。